さっぱりぶりの黒酢玉ねぎ焼きのご紹介です。ぶりは余分な水分をキッチンペーパーで拭き取ったら塩コショウを振りよくなじませます。なじんだら片栗粉をかけまぶします。ぶりを両面こんがりするまで焼きます。黒酢玉ねぎで味をつけます。ぶりをめがけて黒酢玉ねぎをかけて軽く煮詰めたら完成です。魚以外にもお肉にも相性がいいのでぜひやってみてください。